総勢8名のパチンコマスターが賞金10万円そして己の威信をかけトーナメント方式で優勝を争います。実力と運を兼ね備えた者だけが勝ち残る完全自腹の定まし勝負。制限時間7時間、投資上限5万円など、実践ルールはご覧の通りです。サイチセブンカープ、36回目となる今大会にもご覧の豪華な顔ぶれが揃いました。こちらがトーナメントの組み合わせ。すでに足利陣が4大会ぶり2回目の準決勝進出を決めています。今回お送りするのは1回戦第2試合、バイク修二郎 VS チャーミー中本。おはようございます、バイク修二郎です。カブちゃん、おはよう。ガンバイクブンブン、恒例のね、いつものやついきますよ。体重聞いて、この間 0.1トン、100キロまた行くところに行っちゃって 99g で行っちゃったのね。で今ダイエットガーンってやって、ちょっとこれで今94ぐらいかな。あれあれできてないね、まあ、次会う時に豚なのにできてない、80キロ以下の男になってね、どっかねカブちゃんと行けたらなと思ってますよ。どうしましょう。うわということでね、今回36回大会、初戦はねチャーミー中本さんと対決ということで、チャーミーさんとは過去4回やって、なんと4回とも自分が勝ってるというね、まあ楽勝と思えるんだけど、最近チャーミーさんもだいぶね、あのサイギクを勝ってから、サイギクを勝ってから、サイギクを勝ってからパチンコの腕が上がってるんで、これ油断ならない、本当に。だから油断せずに、勝ち上がりたいと思います。ガンバイク、おはようございます、チャーミー中本です。サイトセブンカップ2大会連続出場ということなんですけれども、まあ、前大会ですね、惜しくも、決勝で敗れると、まあ決勝戦ではまさかの失格だったんですけれども、で、まあ、多分前回準優勝だったせいでこの組み合わせになったんですかね、いきなり初戦からバイク修二郎さんと対決ということになってしまったんですけれども、サイトセブンカップでは4連敗中の対戦相手でございます。ただ今回はちょっとだけちょっと勝機が見えました。なぜならバイク修二郎さんいつもね、ちょっとかっこいいライダースジャケット着てるんですけど、今日のバイクさんの衣装ちょっとねテロンテロンのコート着てたんで、あんまね気合い入ってないんじゃないのかなと思っております。勝機があるとしたらそこ、頑張ります。今回戦いの舞台となるのは東京都港区のゴードン品川店。 JR 品川駅高輪口より徒歩30秒のところにあります。パチンコの設置台数は350台、持ち玉大移動、出玉の共有も可能です。最新人気機種はもちろん、1パチも充実のラインナップ。各種情報は当店ホームページでご確認ください。セブンカープ1回戦第2試合、キック。何打ちます、バイクさん、何打ちましょうか。無双かな。あ、いや私もなんか無双どうかなと思ったんですけど、やだー、キグー、よろしくお願いします。頑張ろうね、頑張りましょうね。ガンバイク、ガンバイク、ガンバチャミ。ちょっとおねっぽくなってる。映るよ、やらピクね。さて、両者無双狙いということですが、設置台数は28台あります。あれ、バイクさんの隣が空き物件かもしれない。あ、開いてなかった、開いてなかった。角台が開いてると思ったら他のお客さんがなんか荷物置いてた。また新北斗無双がここのカウンター前に、看板消しとして置かれてるんで、ちょっとまだ空き台が少ないんで一応今抑えました。で他のこれ抑えてから他の機種をちょっと見ていこうかなと思います。おもちゃま買い盛りジャッジメント、これあライトミドルですね。アマもあるんですけど、ここではライトミドルのスペックが置いてます。
三度の飯よりも大好きな肛門の前で迷うチャーミー。ちょっともしかしたら後で打つかも。あれ、アクエリオンの集団また出たの。今日ワールファンもね、悪くはない感じですね。パッと見はね、ラストゴールドは大当たり中ひねり打ちがすごく効くんで、めっちゃあるんだけど。え、これ一緒ですよね。え、めっちゃ、なんで、え、どういうこと。あっち側はさ、埋まってんのにさ、なんで ここの無双だけ選び放題。何かが違うの。前半冬サナやろうかな。このまま冬サナで勝ったら一番いいんだけど、ちょっとね。ただあの台、ここの冬サナはまあ人が今まだまだ座、今のところ座れる気配ないけど、あそこの抑えた無双はね、多分すぐ人座っちゃうんだよね。初代新北斗無双の角台1番台、もう初戦からナイフに構ってられませんので、もう319新北斗無双で攻めます。1番台を打ってナンバーワン目指しちゃいます。頑張ります。ちょっと打って見て厳しかったら無双に行こうかな。というわけで迷いつつも、まずは冬ソナからスタートの修二郎。冬ソナはね、もうご存知だとは思いますけど、大当たり中の左打ちが結構効くんでね、簡単にね。で、連鎖歩中は解放が3パターンあるんですけど、一気に合わせてもそれほど普通の笛は見込めないんですよね。で、そこの3回解放のパターンは結構難しくて、まあでもざっくりやるだけでも玉減りは抑えられるんでね。この騎士のメインの上乗せポイントは左打ちですね。ね、2000円で38。まあまあ、ムラもあるんで、でも20はないけど、まあ、まずまずの回りって感じですかね。ちょっと、チャーミーさん、ちらっと見てから、無双を見てみようか、打ってみようかな。2000円の試し打ちで、早々に席を立った修二郎は、チャーミーさんは無双のまま。あ、まだこっちは空いてる。ここでね、俺多分チャーミーさんは無双ってると思ってるんですよ。だからあえて話しかけに行かない。ライトミドルのこのブラックでちょっと様子見てみようかな。チャーミーさんがね、新北斗無双朝一から行ってるんで、ちょっとね、大見ブラックで早く当てて手玉で先行してから立ち回り考えたいなと思います。3000円試し打って60回転でした。まあ、1000円平均20回あるんですけど、まあ、最初が良かったんで徐々に落ちてきての今1000円平均20回で、ステージ入賞率がまあほぼゼロだったんで、ステージの癖がいまいちだったのにこれぐらいあったってことは、ステージ癖のいい台積もれたらもっと回るんじゃないのっていう期待を込めて台移動します。なんかもっといい台ありそうな気がする。今自分が狙ってるのは、チャーミーさんより早く当てて各辺に入れて出玉を作って、大きな出玉はいらないです。でチャーミーさんが当たらないでちょっと沈んでって、終盤の、まあ、前半終了の時に、やだもうバイクさんまた負けちゃってるっていう絵が欲しい。俺の中でそういう絵が欲しい。うん、やだもうチャーミーさんじゃない、バイクさんまたもうまたって5連敗いいみたいな、うん、それがいいな。でもね、あれなんですよ、今日ね、
朝腕組んで入りました。それは過去何年か前よく出てた頃、初期の頃一緒にね腕組んで出てたらしいですけど、あの頃と今チャーミーさんの喜び具合がもう違うんですよ。今日腕組んで分かったの。太ってからね、俺ムチムチ、ガチムチからムチムチになっちゃったのにね、今ムチムチになってから扱いが存在になってんだよな。一応ビジネストークでムチャバイクさん好きとか言ってくれてるけど、もう多分分かる、俺もう分かるもん。触れたら分かるよ、腕組んだら分かるよ。今日冷たかった。今6000打ち込んで115回転、周りが1000あたり 19.1 なんで、持ち球ボーダーが17台なんですよ。で現実投資ボーダーが18なんで、球が若干減るのも加味しても、まあまあまずまずの回かなと思いますね。このチャーミーさん対策として打つにはね、でここで、チャーミーさんの様子を見に行きたいと思います。当たってたら慌ててミドル行きます。はい、恐る恐るライバルの様子を伺いに行く修二郎ですが、チャーミーは未だノーゴール、3代目の無双に移動していました。当たりましたか？いや、まだノーゴールです。あ、ノーゴール当たりましたか？ノーゴール。あ、ノーゴール。え、なんか無双いなかったんで、あれと思った。いやいやいや、今いたような感じですよ。あ、うろうろしてる。いたような感じ。いや、うろうです、うろうろ。手柔らか、バイクさん手柔らか。なんかこれ、何このいやらしい感じ。手柔らかい、無駄に柔らかい。これ絶対ビジネストーク。腕たら分かるよ、腕組んだら分かるよ。で、今チャーミーさんがとビジネストーク、お互いのビジネストークして、結果チラッと投資見たら6000円だったんですね。で、やっぱりこっちの方が投資が早いんですよね。今俺8000円なんで、このまま当たんなければ自分の方が投資がスピードが早いですね。ただ今はこれでいいと思う。というわけで近江ブラックを続行することにした修二郎。一番8000円で159。おー、来た、待ってました。一撃一中でいくぞ。マリンちゃん一撃だぞ。よし、ゴール。ラウンド昇格はなりませんでしたが、大移動後158回転、8500円の投資で先制の大当たり。さあここから連チャンを伸ばし、確かなリードを築きたいところですが、うわー、お腹が鳴ったよ。お腹空いてたからパールフラッシュはなんねえけど、お腹が鳴ったよ今。うわー、マジか。うそー、うわー、最低、最低だ。修二郎、いきなりやらかしてしまいました。ため息しか出ないわ。さてそんな中、より良い台を求め4代目の無双に移動していたチャーミーは、だが、来た、一撃当選チャンス。人類は死滅していなかった。お願いします。
キリン柄のカットインが入ってほしい。あ、まあでもたまにこれでも当たりますから、たまに当たるが、あ、だった、今たまに当たった。 OK、 チャーミー反撃のゴール。はい、大移動してこれ6回転で当たりました。図柄昇格は通常っぽいね。いや、ちょっと待って、分かんない、これラウンド中昇格あるかも。セグランプをチェックしてビビッときた様子のチャーミー。ほら、どうやらこれは間違いないようです。厳冬ラッシュ突入へカウントダウン。ガンガンガンジャスファビラス、やりました、 SC ゲット。大移動が吉と出ました。これで事実上逆転に成功です。いやー、うれっぴー。 IVVVST 今ですね、投資が1万5000円です。総投資がね、でこの台が今のところ周りは打ち始めから計算すると 19.0 ですね。まあまずまずって感じですね。しのぐにはっていうもあれだから、これがもしシャーミーさん払ってるとまた変わってくるんで、今またサクッと見に行きます。おい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 、出た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 。チャーミーは現在5連チャン中、すでに3箱の出玉をゲットしていました。もうこうなると無双です。思い描いていたビジョンとは異なる展開に苦笑いの修二郎。まっさらな110番台へ移動です。ちょっと気づくのが若干遅かったぐらいで、まあまあ今のところしょうがない。いや、一発目です。今5連してたでしょ。 ST 入ってもいいけど、あんまりでかいの欲しい、行ってほしくないね。実戦スタートから2時間が経過しました。もう今見に行ったってしょうがないからな。見に行って10連とかしてたら心臓に悪いだけだから、いや、行かない方がいい、うん、もう良くないことは見ない方がいい、うん、そうよ本当に、人生そうじゃないですか。見ても見なくてもしょうがないもので、見たらネガティブな方向に行っちゃうことは見ない方がいいです。今は俺が当てたら見に行こうね。やっぱほら、今のところこの個人でパチンコ打ってると思えば、まあ今のところ出だし好調のやつでね、楽しく大好きな無双を打てるっていうのも幸せなんです。この幸せをチャーミーさんのところ行くことによって、うわぁわぁ8連チャン1万発やだってなっちゃうから幸せのレベルはね、落とさない方がいいんで、今は行かなくていい。どうせ中間で分かるし、俺普段のパチンコももう他人なんか、今日はカレーじゃないよシャーミーさんをね気にしてるけど、普段のパチンコなんか関係ないから、人なんて。だから自分で集中してるだけだけど、今日は違うのよね。俺より出てると思っちゃうから。ラストでございます。かろうじて2桁連チャン、10連ジャストで終了です。16ラウンド大当たりはわずか2回に終わりましたが、それでも5箱半の出玉をゲットしました。ちょっとバイクさんの様子見に行きます。
何連チャンしたの？え？何連チャン？いやギリギリ10連チャンっす。そんなやつそんな。なんで失敗？なんで失敗ですか？嘘言ったらダメ。あれ隣空いてるんですね。空いてます。いやちょうど SE 抜けちゃったんで。今抜けたの？はい。10連したでしょ。あ、でもあんまり16ラウンド引けてないです。10連10やっぱ10だ。時間的に10ぐらいだもんね。時間的に10ぐらいだ。10連、そう、10ジャスト。やりすぎ。万発超えた。1万発超えた。まあ表示は1万発超えてますけど。もう帰っていい。もう帰っていい。マクさんに嫌われちゃった。マクさんに嫌われちゃったかもしれない。まあまあ、あれ、お隣よろしいですか？やった、移動しよう。万発ってあんなに、いや過去にないな。チャーミーさんにあんなに先行された JJ、 こんなに投資が多分2500発1万円ぐらいだろうから、ただまあプラス7000発ぐらい。今が自分がマイナス5000、ただまあ2人の12000発。ここでチャーミーさんが来てまた SE 入れられたら本当にヤバいく。ハマって俺が当たればまだ全然ね、あれですけど、まあ、10連はやりすぎでしょ。いきなりお邪魔します。投資は1万円ぐらいでした？投資は、はい、1万円以内ですね。で、1万発表示が、まあ、9000発ぐらい。実質どれぐらいなんですかね。まあまあまあ、まあ、もういいです。負けてるんで。じゃあバイクさんの隣で頑張ります。まあでも2人ともサダマプラスで終わって、で結果負け。おお、赤穂力しちゃった。ちょっといらないから、そういうの。めっちゃ強いよこれ。いらないのマジで。これね、これ外れだったら時間がもったいないだけだから、これ外れ、うん。やばいやばいやばい、やばい、真剣ゾーン行きますよ。これ真剣ゾーン行っちゃいますよ。はい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 、大丈夫。龍拳行くなよ。4兄弟と龍拳以外、まあ、これもハート様撃破しますね。でこれで3連続。こんなのここで当てられたらたまったもんじゃないよ俺。でしょ、やっぱり赤いよ。真ん中ショックがちょっと緑だったのが気がかりですけど。あ、はい、東京レベル100いきます。あ、枠は赤。いらない。あ、扉も普通。あれ大丈夫？赤保留自体は強かったんだけど。あれちょっと血清粒子の種類も弱いけど、カウントダウン始まりました。ここでね、パジカ星人とか出てきてくれると。すげえやばい。真剣ゾーン移行してくれればだいぶ話変わってくる。んだけど、煽り入ったから。それでもこれ超やばいね。これある、チャーミーさんあるよ。パジカ星人出てきてくんないかなと思って期待してるんですけど。出るか、もう出ない。出るか、出ても俺が認めね。4、3、2、1。あー、ただの激アツ。当たるよこれ。まあでもね、とはいえキリン柄、これ外したらちょっとショックだね。お、あ、復活怖いよ。復活、これは復活あってもいいですよね。ないお騒がせしました。いやでもちょっとね、最初の赤保留変化以外弱かったですよ。あ、これダメかもと思って。しかも真剣ゾーン以降の煽りがあったのに真剣ゾーン絡まなかったじゃないですか。
よく喋る。俺もそうだよ。俺もあたまるとよく喋る。ちょっと今これ話して募集しこう。でも分かる、顔見たら余裕あります。これ今これ出なくなかったらここまで笑ってられないのよ。確かに、おっしゃる通り、おっしゃる通り。まだ笑顔に余裕があるもん。残念ながら投資が今2万5000円に達しましたので、ここで前半戦終了となります。結局近江のライト、ブラックのライトで1回当たっただけです。1ゴールだけでした。ただまあ周りも今1万円打って212回で非常に優秀です。これで後半まくりたいと思います。まだまだ全然諦めてません。スタートから2時間40分、わずか1ゴールの修次郎が軍資金の半分を使い切り前半戦終了。一撃1万発オーバーをものにしたチャーミーが大きくリードしています。お疲れ様です。お疲れ様です。なんかいつもに比べてバイクさんあんまり元気ないんじゃないですか。あんなに先行されたら元気なわけないでしょう。いやでもまあ、よその媒体で何度か対決もさせてもらってますけど、うん、だいたい私先行した場合って、うん、後半グイグイバイクさんが追い上げて、うん、結局まくってバイクさん勝つっていうのを何度も経験してるんで、ですね、はい、ただ心もとないのが 2万5千円しかないから、あの投資所がね、あとね、ザサガが もう折り返しってことですね。あれが普段のやつだったらまだまだお金の条件ないわけですよ。サイトセブンカップってのは5万円って条件があるから、はい、そこでちょっと無双であと2万5千円っていうちょっとヒヤヒヤ感もあったりして、 あとはこれ演技じゃないですか。ちょっと心もとないっていう演技をしてんのかなと思ってるんですけど、これ私を油断させようっていう作戦かなと思ったんですけど、これはリアルです。あ、ガチ、ガチなんだ。これはじゃあリアルにヤバイクっていう状態なんですね。リアルです。リアルヤバイクいただきました。 100% ガチリアルです。あ、そうなんですね。あ、やった、初めて勝てるかも。まあ時間たっぷりあるし。そうですね、うん、ぶっちゃけバイクさんが後半戦始まってすぐ初当たり引いて、やっぱ5連チャンぐらいしたあたりからもう相当心乱れますよ。それいきますから、ざわざわしますから。ペラペラでも勝つから俺。いや、なんでこの衣装だったのかなっていうのは。いや、これね、違う、こちゃんと春用のバイクのウェアなんです。春用、あれ、あれ暑いじゃん。え、なんかテロンテロンの上着じゃないんですね。テロンテロンメーカー意外とちゃんと防寒とかもある。これちゃんとパッドが入ってたり、今撮ってるけどパッドが入ってたり。そうなんですね。バイクの乗るための機能を重視した、はいはいはい、ウェアです。行き心地いいんですよ。なんすか、なんかメーカーから金もらってんのか。めっちゃ宣伝してましたけど。いやいや、本当このメーカー好きでね。あ、そうなんですね。まあだから俺これテロンテロンでも勝つから。テロンテロンのバイクさんの後半戦の活躍期待してますから、はい、じゃあ後半もガンバイクファビュラス。次回のサイチセブンカップは1回戦第2試合バイク修二郎 VS チャーミー中本の後半戦、自称ダイエット中のグラさんと2代目オカマセイヌ、本日パチンコドキュメンタリー衝撃の結末をドンミッシュ。